えー、実は今回ですね、このレジュメをですね、えー、まとめをやってくれている TBLB さんとですね、今こう、天の声でコメントを流してくれているですね、えー、こっちじゃないな、こっちだね、<laughs> こっちでコメント、この辺でコメントを流してくれている猫、えー、ポチさんにですね、レジュメをこうあの渡してるんですよ、今この手元にあるレジュメをね。だから 次にこう俺が何を話そうとしているのかアンチョコを見て何を考えているのかっていうのがある程度こうこれはねすごいね自分の手の内を知られてる感じなんでですね今までは自分だけでこれ持ってやってたので自分しか分からないレ,レジュメだったんですけれども上げてるんでこうこういうこと言いたいんだろうなそれのためになんかあだこうだ言ってるんだろうなというのがですね 分かってるんですよ。で、これね。あのなんかに似てるなと思ったらね。帰ってきたウルトラマンがブラックキングと戦う時の心境なんですよ。これね。見て見てた人はパッとわかるけど、わかんない人は全くわからない話なんですけど、帰ってきた。ウルトラマンってウルトラマンなんですけど。 えー、ナックル星人という悪い宇宙人がいてウルトラマンを倒したいとでそのためにウルトラマンが過去に倒した怪獣をもう一回復活させてウルトラマンと戦わせるんですね。でウルトラマンは過去に戦ったことがある怪獣なんで倒せるんですけどその倒してる姿をずっとなんかビデオみたいなので撮られてて。 こう分析をされるんで,す、ね、でこうキック力がどれぐらいあるとかパンチ力がどれぐらいあるとかスペシウム光線はどれぐらいの威力があるとかそういうことをこう分析されてでそのブラックキングっていう怪獣を作ってそいつに教え込ませるんですね。でこうウルトラマンとブラックキングが一番最初に戦った時に今までの技が全く通じないんですね。でその時ににウルトラマンがその怪獣に向かってあの 私の戦いい方を研究しているようだなだから負けなないいぞみたいなことを言うんでですよ日本語で今までウルトラマンがこう敵の怪獣に向かって日本語で話しかけたことってほとんどないんですけど帰ってきたウルトラマンはそういうことを言って「負けないぞ!」って言ってわーって戦いに行くんですけど。あの 負けるんですよその負けて十字架に貼り付けにされてこう宇宙にバーってこう連れて行かれちゃうんですね。まあ、あの結局はあのウルトラマンの初代ウルトラマンとセブンが来て助けてくれるんですけどあそれに似てるなと思ってなんか今回負けフラグが立ってるなと思いながらですねそれでも頑張ろうと思いますよろしくお願いします。こういうういいレジュメっていう言葉自体にも結構 こう自分の中ででは憧れがあったんですよあのなんかねこう評論家っぽい人とかあとなんかこう講演をする人ですねとかがレジュメを書いてそのレジュメみたいなこう紙をこうやってこう見ながらああだこうだとこう喋ってるのを、えー、聞いてて「あレジュメ」っていうのをこう作りながら喋ったりする人かっこいいなと思っててやりたいなと思っててやってみたんですけどすごいそのレジュメを 作る自体難しいし、レジュメに乗っとって喋るのもすごい難しいんですよ。こう書いてることをただ読むだけだとレジュメってあんまり意味がないと思うんですよね。というか、それ喋ってる内容を全部書き起こして文字起こしにしてる状態のものだったら台本なので、それもまた違うと思うんですよね。あのそういうんではなくて、多分こう自分が喋ろうと思ってるのを順番をつけて、なんかこうかいつまんだメモみ みたいなのが多分そこに書いてあるはずなんですけど全然そういうふうにできなくて <laughs> なんかうまくいかないんですけど、まあ、こういうねレジュメをねスタッフの人とねこう共有してる感じってなんかこうですよねでもそ,のそういうねうごっこ遊びっていうんですかねまああくまでごっこ遊びですよこんなのね今何人見てるかわかんないけどあでも今14人ぐらい見てるんだねすごいな。 14人ぐらい見てるってことはこう軽い、あのー、軽い、ちょっと少なめの塾の、なんていうんですか、授業ぐらいの感じですかね。今、14人、十四人で塾ってあんまないのか、もっと多いのかな、わかんないですけど、えー、っと、学校の小編成みたいな感じ <laughs> まあまあいいや。<laughs> まあまあいいや。そんなこうわけわかんない話しちゃった。そういうういなんかこう えーまあ、スタッフって言っても全然お金をあげてるわけでもない、えー、本当にこう手伝いますよって言って手伝ってくれてる人なので、あのーまあ、スタッフっていうようなこう上下関係があるわけではなくてボランティアですね,そうですねボランティアの方と共有してるってなんかちょっとこうプロっぽくてそういうねごっこ遊びをするってのが楽しいなって思って。 たんですよ今回そのメールで「そのレジュメ送りますね」とか言って「送りました」こういう感じでやろうと思いますんでよろしくお願いしますみたいなやり取りをしてたんですけどあの今回はあの TBLB さんという方と猫、ね、ポチさんという方2人の方があのボランティアスタッフとしてですねあの えー、TBLB さんはこう相変わらずのつだりペースがものすごいですね <laughs> ちゃんとつだってくれてるんで最終的にこれがですね、えー、トゥギャッターにまとめとなってですねまとめられるんですけれどもあのー、こう後で見返した時にあ俺こんなこと喋ってたよなそうだよなそうだよなっていうこう あの振り返った時にねすごくこうその自分がつらつら言ったことが凝縮されてそこにねあの文章化されてるっていうのを見るのはなかなかね感動的ですよ <laughs> 感動しましした感動してるんですよ毎回、うん、そういう感じでですねやっております。天のの声ささんんもかなり、あのー、最初猫ポチその テロップを入れますよっていうふうに、えー、言ってくれたんでテロップってその時喋ってる内容がパーッと出てそのまんまかなと思ったら結構いろいろ書きまくってるんですごいなと思いながら。<laughs> あのー、ありがとうございますこうも,うもうちょっとまだねあの2時間半ぐらいよろしくお願いしますって感じなんですけれども、えー、こういう感じでですね「漫画語」りはですねみんなで作っていく、あのー、イベントにしたいなという気持ちがすごく、えー、強くてですね、えー、初めの頃は自分 えー、自分仕切りじゃない、えー、他の人が仕切った漫画語りっていうのをやろうというふうにしてですねあの他の人も語ってみたい漫画があったらこのハッシュタグを使って漫画語りを自分で自主的に行ってくださいねみたいなふうに呼びかけてた時期もあったんですねで、あのー、確か1回だけ他の人がやってくれた回があったんですけど結局それもこう1回だけやってその後あんまりこう 盛りり上がらななかかかかっったたののあんまり楽しくなかったのかあのうまくいかなかった感じだったんですけれども今回をいい今回というかその動画配信になってからは基本的に、あのー、私自身のやることはこうやって、えー、毎回ネタを決めて漫画を読んで漫画について考えて漫画についてしゃべるっていうことだけを、えー、顔出しをしながらやるっていうコンテンツなので、えー、これをですね面白く盛り上げようと。 えー、いうアアイデアがあったりですねやる気がある方は是非とも、えー、手を挙げてですね「えー、私これやりますこれできます」とかこういうことやりましょうみたいな風にですね声をかけていただけると、えー、嬉しいです。えー、多分ね、あね自分で一からこう動画ブログをやろうとか動画配信をやろうとかなんか漫画をこう語るブログを作ろうとかするよりも こういうもともと誰かがやってるところにちょっと混ぜてくださいよっていく方が気楽でなおかつこう今もね十何人ぐらいが見てる動画をの中のスタッフとしてなんかやれたりするっていうのは楽しいと思うのでぜひとも入ってきてくださいよろしくお願いしますということでですねまあ雑談はこんなとこにしてですね本題に入っていきたいなと思います今回はえー 松本泉の気まぐれオレンジロードでございますずっと横に出てますね。あのー、今回ねラブコメじゃないですか。あの読みながらねあっちゃーラブコメ選んじゃったよと思った, <laughs> 思ったんですよね。連載期間は1984年から1987年でございます。 えー、私の生まれは1986年なので私が生まれる2年前にですね始まったあの漫画なんですね。なんですねはい <laughs>、えー、単行本が全18巻ありまして愛蔵版が全10巻文庫版が全10巻出ている。 作品なんですね、えー、連載時と単行本の時とアイリゾー版の時とで最終回が違うんだそうです、えー。過筆修正されているところも多いというふうにあのウィキペディアには書いてありました。あのー、私はですね単行本読みました。あのー、優しい漫画がいいって言ったからそうなんですよ。うん優しい漫画がいいって,言って優しいって難しいよね。うん優しいってなかなか こう優しい人が好きみたいな感じですよねその。結局のところ誰が好きって言ってないって感じその。優しい漫画がいいっていうのは結局のところどういう漫画がいいって言ってないみたいなもんですよ。うん、だからあの優しい漫画っていう、えー、なんか注文の付け方はよろしくなかったですね。あのよろしくないです。はいあの えっと今回はね、あの私、単行本版のやつを読んだんで、愛蔵版と文庫版でどういうふうにその最終回が違うのか、あとは連載時はどういう最終回だったのかっていうのがわからないので、もしその単行本以外のです、ね、愛蔵版を読んだよとか、あとはその、何ですか、えー、連載時のをずっと追いかけて読んでたよっていう方がいらっしゃったらですね、あの最終回こんなふうになってたよっていうのを教えていただけると、 嬉しいですあの気になります。すごく <laughs> すごく気になってます個人的には。えー、っとですね今回あのまあ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 あの優しい漫画って言ってしまったから言ってしまったから優しい漫画だったんですよすごく。優しいってねあのいろんなこう。い いろんなこう角度からのこう切り口があるかなと思うんですけどまずね読んでて別に難しくて分かんないっていうことがな全然ない漫画ではあったので「ナルタル」とかね前回「ナルタル、ね」あのー、ルタルでその前は「星のさみだれ」でその前が「寄生獣」でっていう感じでちょっとこう難しいやつこうよパッと読んだだけだとあれこれどういうことかなとかあのそういうのが分かんない漫画を割と。 やってきたんで,でこう、ある意味で中二病臭いっていうんですかねこうわざと難しく書いてるとかわざとこうわかりづらく書いてるところが多いあの漫画をここのところ立て続けにやってきてしまったんで、まあ、そういう意味で「優しい」っていう言葉を使ってしまったんですねで楽し,い楽しい漫画だったんですよすごく読んでてニヤニヤしながら読んじゃう感じっていうんですかねあの 難しいこと考えずになんかねこう春日君たらーと思いながらこうずっと <laughs> 読んでいく感じでですねあのまあこれ「ジャンプ」なんですよね「週刊少年ジャンプ」に連載してた漫画で,でしかもねこれねあのあこれ絶対重なってるなと思って調べたら案の定ねあの日本にはバブルっていうのがあったじゃないですか。 バブ,バブルは1986年12月から1991年までなんですよ。だからこうバブル真った、ま、だ中に連載してたものなんですね、えー。連載当初84年はまだバブルの直前ぐらいで、連載2年ぐらい経つってことは結局はその結構こう人気絶頂になってて、イケイケどんどんだった頃にバブルが来てるみたいな、すごいこうそういう時代の漫画なので、読んだらね、 あの、こいつら中学生で高校生になったばっかりみたいな奴らのくせにね、やたらとこう旅行行ったりとかね、ブルジュアジーなんですよ。<laughs>